会えたんだしね。錯覚化してまた会えたんだしね。まずはこっち、話すことなどない。なるほど。ああ、誰のせいかな。せっかく元気に育ったのにね。お花さん、かわいそう。はい、逃げちゃった。かわいそう。それだけ。どうも。もう少し待ってて。あ、そういえばまだだったな。お互い名前、朝だな。じゃあ、ああ、構わない。じゃあ、待ってて、お花の手入れ、すぐ終わるから。ね、同じだな。何もない。クラウドの髪の毛、金髪ですね、このクラウド。逃げろ。逃げない。クラウド逃げられない。じゃあ、話しましょう。花束かな。花束をもらおう、この女から。もう少し待ってて。あ、そういえば、まだだった。お互い名前知らないね。私は、エリス。私、花売りのエリス。よろしくね。俺はクラウドだ。仕事は何でも嫌だ。ああ、何でも嫌さ。何でもやるのさ。何がおかしい？どうして笑う？ごめんなさい、でもね。誰か聞いた。タイミング悪いな。なんだ、恋人か。クラウド、かまっちゃダメ。そうか。これは、彼女の彼氏かな。ねえ、クラウド、ボディーガードも仕事のうち。何でも屋さんでしょ。そうだけどな。ここから連れ出して、家まで連れてって。お引き受けしましょう。しかし、安くはない。じゃあね。デート一回。どこの誰だか知らないが、知らない。知っているよ。そうだ、俺は知っている。その制服は。お姉ちゃん、こいつなんだか変だぞと。黙れ、新郎の犬め。レノさん、やっちまいますか。考え中だぞと。ここで戦ってほしくない。お花踏まないでほしいの。まあ、やった。クラウドは転んじゃったから、花もダメかな。出口奥にあるから。ん？逃げているか。この兵隊たち踏むだろ。ほら、踏んでいる。あれは、マコの目。まあいいか。お仕事と。ああ。お花、踏まないでね。だと。レオンさん、踏んだ。花、ぐちゃぐちゃ。怒られ。そうだな、踏んだね。レノン。レノンか。レン。どこ行く？これはクラウドとエリス。エリスの、なんだこれ、
Piba。ピーバーじゃない、ファイヤー、なんだそれ。あの伝説のオケリーナのモグラみたいなやつ。うん、そうだね。どこ、本の中にどこだ。アカシ、身の貸しを立てる。汚職をマスコミに非難された政治家は身の証しを立てるために弁護士を雇いました。どこ行く？こっち。よくわからん。秋の空かな。いや、これは読んだね。なぎなた、この人、なぎなた使ってる。秋の空、彼は彼女の秋の空のような心に悩みました。秋風が立つ。半年も経たないうちに、二人の間に秋風が立ち始めました。こっち。よし、飛んだ。はしごを使おうか。使える？使えない。まあ、いや、戻るな。こっち。まあいいよ。登りましょう、階段。こっちか。秋風が立つ。何年も経たないうちに、二人の間に秋風が立ち始めました。天下り。彼は政府を定年退職した後、まだ相手なしね。いたぞ、あそこだ。クラウド、あれ。わかっている。どうやら見逃すつもりはないようだな。どうしよう。捕まるわけにはいかないんだろう。それなら答えは一つさ。さあ、エリス、こっちだ。飛べ。大丈夫だ。俺が受け止めてやる。わかったわ。しっかり受け止めてね。古代衆が逃げるぞ。撃て。キャー！エリス！やっちまったかな。と、抵抗するからだぞ。そうだな。ダメなボディーガード、このクラウド。クラウド、助けて。くそ。あれは？よし、セーブしよう。じゃあ、選択は休みです。